ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。はい、スラムダンクの聖地の鎌倉高校前駅の、踏切にね、行ってきました。安西先生、バスケがしたいです。はい、スラムダンクのね、バスケットボールで有名なアニメのね、オープニングに登場するシーンで、ここのね、踏切が出てくるんですね。で、まあ、ここからね、見える、江ノ島ですね。右上に江ノ島で、太平洋のところが、七里ヶ浜っていうところですね。鎌倉高校前駅から江ノ電が出発します。これがね、江ノ電ですね。天気がめちゃくちゃいいですね。はい、ここのね、駅を、奥の方にね、降りて、それから歩いていくんですね。そうすると、はい、踏切がね、見えますね。で、ここのね、踏切を、左側にある多分丘のところから踏切の方を向いて、で、江ノ電が通るね、シーンを、撮影するのがすごい流行ってるみたいですね。で、やっぱりね、やっぱ影響で、人がね、少ないですね。まあ、なんでね、代わりにね、私が撮影して、配信したいと思います。はい、ちょっとね、この丘をね、ぐるっと一周回ってみたいと思います。なんか南国にいる雰囲気ですね。よくね、なんかイタリアっぽいですね。シチリアみたいな。それで、なんかイタリアン料理とかね、結構ありますね。あとハワイとかね、最近多いですね。なんかハワイアン系のお店が多くなってきてますね。お、安西先生が、こう、最後まで希望を捨てちゃいかん。諦めたらそこで試合終了だよ。こんなね、名シーン、名台詞でね、私たちは育ってきました。ちょうどね、私が中学生ぐらいだったかな、そのぐらいにスラムダンクが流行って、バスケ部なんかがね、もう学校の生徒のほとんどがバスケ部でしたね。まあ、バスケかっこいいですからね。他にもね、なんかメガネくん、あいつも3年間頑張ってきた男なんだとかね。そんなシーンとかがね、思い出しますね。あ、そろそろ電車が来るみたいなんで、人がね、かなり集まってきましたね。まあ、私も天才なんで、前に人がいてもモザイクをかけて撮ります。
ちょうどね、電車が、来て、鎌倉高校前駅に到着してます。ここのね、道をね、散歩してみるのもいいかもしれないですね。結構景色がいいですね。で、ここをね、ずーっとまっすぐ行って、駅をね、ちょっと通り越して、で、駅のね、反対側から改札があるんで、そこから中に入ることもできるんでね、安心して散歩してもらって大丈夫です。このね、ちっちゃい踏切のところから入れますからね。で、タッチすればね、入れます。あ、ちょうどね、電車来ましたね。はい、下がってます。すごい綺麗な景色ですね。ここいいですね。で、あとはね、もうこれでね、反対側の電車が来たら乗って、隣のね、江ノ島駅に、行きたいと思います。で、江ノ島駅からね、少し歩くと江ノ島のをね、反対側から見ることができるんですね。これですね。で、このね、近くにね、江ノ島水族館っていうのがあって、そこでね、魚とかね、亀とか、見ることができます。ということでね、以上です。ご視聴ありがとうございました。